はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数2の分数式の計算丸3をお送りします。で、このね、分数式の計算、このシリーズを3つ目と。で、今回もポイントはなくって、問題も2問だけポンポンって載ってますけど、で、この2問だけ取り上げていきますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、わかんないのがあれば、今からね、両方ともここで解いていきますので、聞いてもらえたらと思います。いいかな。じゃあ早速ね、1番の方から解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、まあ見た感じ嫌だよねこれね、特に左側とかで。読んでいくと、一応ね、 x-1 分の x プラス1プラス x プラス1分の x-1 分の、これが分母ね、分の x-1 分の x プラス1マイナス x プラス1分の x-1 と、こうなっております。で、これはもうざっくり言うと、作戦として分母と分子分けて綺麗にしていきます。いい？で、もちろん一気にグワって書いていってもいいんですけど、ちょっと板書の関係上入らなくなってしまうので、分母と分子分けて計算させてください。なので、ちょっと分子からいこうかな、上からいきます。で、こういう書き方ね、許してくれない先生も多いので、ちゃんと書くんだったらここ書いて、これイコールから始めてください。ちょっと入らないんで申し訳ない。で、分子イコール、これ下を除いて上だけを考えます。こうすると今までやってきたね、特に前回の動画の内容と同じで、x-1、x+1 なんです。分母がね、上だけ見た時の。分母は x-1、x+1 になってるんで、それを通分すると。で、これは因数分解何もできないんで、その2つをくっつければいいんだよね。だから、x-1、x+1 閉じます。で、くっつけて、まずこっちに足りなかったのは x+1 だよね。それをここの分母にくっつけてるから、分子にもかけてあげる。つまり x+1 が2個になるから2乗になるんです。いいね。 x-1 に足りなかった x+1 をかけてしまったので、それを分子にもかけます。つまり x+1 の2乗で、申し訳ないんだけど、ちょっと暗算で書きます。x+1 の2乗なんで、 x2 乗プラス 2x プラス1です。これがまず左側ね。で、マイナスあるから、まずマイナス書いちゃって、カッコにしとこうか。右側は、もともと x+1 がありました。つまり、x-1 がなかったんだよね。それを余計にかけたから、こっちにも x-1 を余計にかけると。つまり、x-1 の2乗になります。で、x2 乗マイナス 2x プラス1閉じます。で、これを計算すると、分母ね、展開しなくていいです。このままいきましょう。やっべ、入らないかな。大丈夫かな。こうなります。で、上ね、マイナスを分配します。マイナス x2 乗。プラス 2x マイナス1になるので、x2 乗と1が消えるんです。結局残るのは 4x だけなのね、ここに関しては。いいかな。で、いいか、向こうからこのままいっちゃおう。これね、そうだね、展開しても x2 乗マイナス1で公式通りいけるから、それでもいいんだけど、まあ、このまま書いていってしまおうか。で、これで分子がまず終わり。次、分母いくよ。で、分母は、これも結局 x-1、x+1 になってるので同じように通分します。だから x-1、x+1 括弧閉じて、で、ここね、上、まあ、考えない、下だけな、下だけ考えると x+1 が足りなかったんで、同じく x+1 の2乗になります。だからx2 乗プラス 2x プラス1と。で、下はプラスなんで、ここプラス。だからプラスの時はね、無理に括弧書かなくていいです。逆にマイナスの時は後で分配しなきゃいけないので、ここで計算ミスが起きやすい。だから、後ろに括弧を書いてる方が変なミスが減るからね、書いた方がいいかなとは思います。まあ頭の中でね、どうせ配るんでしょって分かる人がね、いいと思うんですけど。で、こっち側は x-1 がもともとなかったので、同じように x-1 の2乗になる。だから、x2 乗、マイナス 2x プラス1と。で、分母はまあそのまましときましょう。
x プラス1閉じて、で今度は 2x と -2x が消えるので 2x2 乗プラス2とこうなります。でやっと分母と分子がこれで綺麗になった。まあ綺麗になってもまだ分数なんだけどね。で今ちょっと書けないんで申し訳ないんですけど、これが今、あ、消したこれね、指が触ってしまった。これがね、これ分のこれになってるんです。今分母がもともとこれだからね、これ分のこれで、ここですごく大事な知識があって、これ小学校の時にやってますけど、ちょっと復習ね。さあみんな、5分の3、これって普通の計算式に戻したらどっちはどっちでしょうかっていうね、これ意外とミスるんだよね。5分の3、これは3÷5 ね。間違っても5÷3にしないようにしてね。これ3÷5です。これ小学校でやってると。こっち割るこっち。だからこの知識を使います。で今これ分のこれでしょ、つまりこれ分のこれの順番に当てはめるとこれ割るこれになります。ね、分母分の分子は分子割る分母だから分子割る分母になる。でそれをやっていくとすごいね、綺麗になるんです。でどうなるかっていうと、で多分これのね書き方は、あ、すげえ書き順間違った、ごめん。よしき、これ与えられた式なんでこれのことを言います。よしきね。で与えられた式はこれ割るこれになるので一回書こうか。で x-1x+1 分の 4x なんで 4x 割るプラス1分のこれだから、ちょっとこれ2でくくり出しちゃっていいですか。どうせ後でくくり出さなきゃなんで、こうなります。これ2でくくり出したってね。で何が起こるかっていうと、これも小学校の知識、割り算の後ろの分数はひっくり返すよね、逆数にする。そうすると掛け算になるじゃんか。で今掛けないんでほんと申し訳ないんですけど、これ上と下ひっくり返してください。でひっくり返すと、ちょっとここで消しちゃおうか。ちょっと待ってね。よいしょ、割り算だったんでひっくり返して掛け算にします。で、かけるひっくり返すから2でくくり出した状態のこれ分の x-1、x+1 となる。で、何が起こるかっていうと x-1、x+1、x-1、x+1 消えるよね。約分できる、全く同じだから。まあ、正しくは1個ずつ消すんだよ。 x-1 と x-1、x+1 と x+1 で1個ずつ消してください。で、しかもこれ2と4が約分できるんで、2、4でここが2になる。あとも約分できないね。だから残り、これもうカッコ外しちゃいます。そこね、2が消えたんで、残ったのは下が x2 乗プラス1分の上は 2x が残ってるんで 2x で、これで終了になります。いいかな、こんな感じでぜひ解いてください。では次行きましょう。で次もね、なんか変な形してますけど、 1-1-1-a分の1分の1分の1っていうね。はい、でこれに関しても解きやすいとこから言ってください。で一応説明上こっから行きます。まず俺ここだから、今回ちょっと分母とか分子って書けないので、あのね、多分計算量が結構かかるんだよね。ちょっとちっちゃくなる、ごめんな。まずこっからいきます。ここ 1-a分の1分の1 です。でこれを解いていくには、まず分母をきれいにします。でこれまず 1-a分の1を通分する。で通分するとちょっと書こうか。 1-a分の1 でしょ。で1っていうのは通分で a 分のに揃えたい。で1は a 分の a です。結局上と下が同じになれば1だから、だから a 分の a と通分ができる。ここの下はね、だからこれ分母はそのまま a で、上が a-1 になります。下が揃って a-1 と、これで通分になる。で書き直すと、下が a 分の a-1 分の1になってます今。でこれはね、技としてぜひ覚えておいてほしいんですけど、
分数分の1になった時、まあ慣れてきたら上が1じゃなくても使えますけど、分数分の1になった時はこの分母の分数の逆数になります。1とかどうでもよくなる上は、つまりここの分母の部分を逆数にしたのがこれと同じになるんです。で、これなんで同じになるか、これ消しちゃうからね、説明上でやっちゃいますけど、さっきと同じように分数っていうのは分子、分、ごめん、分子割る分母なの。ここと同じ、分子割る分母だから、これ分子割る分母で書くと1割る a 分の a マイナス1になるでしょ。分子割る分詰まっちゃった、分子割る分母で、さっきも言ったように割るの後の分数は逆数にひっくり返すんで、これかける、はい、書き直しますちゃんと書き直せっていうね、ひっくり返すからかける a マイナス1分の a になる。で、1かけるってかけても意味ないから消えるでしょ。つまりこれしか残らない。だから分数分の1になった時はその分数の逆数がそのまま出てくるって覚えておくと、結構計算これね早く済ませられるので覚えておくといいです。で、やっと今この部分がこれになりました。その部分がね。で、次も一気にやってもいいんだけど、次1からいこうか。1マイナスこいつです。いいね。次は1マイナス、ちゃんと書こうか、1マイナス a 分の1、つまりこいつの分母の部分いきます。ちょっと伸ばした感じね。で、さっきこの部分はこれって分かったから、1、マイナス a マイナス1分の a と書き直せるね。ここを書き直しただけで、さっきと同じようにこれは通分します。で、1っていうのは今 a マイナス1に通分したいんで、a マイナス1分の a マイナス1になる。分母と分子同じしていいからね、1に関しては通分するとき。で、マイナス a マイナス1分の a と。で、これ計算するとって入るかな？あ、ギリ入るね。で、分母はもちろん同じ。で、上は a マイナス1マイナス a、つまり a が消えるんです。残るはマイナス1だからマイナス1となります。大丈夫かな？で、これでこの分母が分かりました。じゃあ全部書きます。次はもうね、全部の計算するから様式でいきましょう。様式はまず1マイナスも書こうか、1マイナスこれを書きたい。で、今分母がこれなんです。 a マイナス1マイナス1分の上に1があるから1です。これ結構ややこしいと思うんで、ちょっと追って確認してってください。いっぱいごちゃごちゃしてるからね。で、個人的にはここマイナスマイナスなんで、まずプラスに書き直しちゃってもいいかなと思う。で、中にマイナスあるのもややこしいんで、で、書き直すと。で、さっきも言ったように、分数分の1なんです。分数分の1になったら、下の分数の逆数になればいい。さっきと同じ原理ね。だから、1でしょ。プラス、ここをひっくり返すと1分の a マイナス1になります。ここをひっくり返すから。で、1分のって別に書かなくていいじゃん。だから1プラス a マイナス1になるから1が消えると。なので残るのは a だけなんです。これで終了というふうになりますね。ややこしいね、ほんとね。で、この解き方、こっちもこっちもすごく有名なタイプの問題なんだけど、解き方人それぞれです。結構ある、いろんなパターンの方が。だから学校の先生とね、全然違うパターンもあると思うんですけど、自分に合った解き方をぜひ探す、ね、手段として、まあ、こういう風に考えるやつもいるんだなぐらいで参考にしてもらえたらと思います。では今回は高校数学数2の分数式の計算3をお送りしました。今回もね、ここまで見ていただいて本当にありがとうございました。で、このね、分数式の計算、あともう一個、4で終わりとなりますので、もしよかったら次回の方も見てみてください。ほんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。